ジョン・バンクヘッド・マグルーダーは、アメリカ合衆国の職業軍人であり、3つの国の軍隊で仕えた。米北戦争では、アメリカ陸軍士官、南北戦争では、南軍の将軍、最後に、メキシコ帝国軍で将軍を務めた。軍隊の領友からは、プリンス・ジョンと呼ばれた。マグルーダーを最も有名にしたのは、1862年、南北戦争の半島方面作戦で、 北軍ジョージ・マクレラン少将を手の込んだ偽装で欺き、南軍が実際よりも勢力に勝っていると信じさせたことで、北軍の動きを遅らせたことである。また1863年初期には、北軍の陸軍と海軍による攻撃から、テキサス州ガルベストンをうまく守り通した。マグルーダーは、バージニア州、ポートロイヤルで生まれた。はじめは、バージニア大学で学び、 そこで一人の学生として元大統領、トーマス・ジェファーソンと会食する機会があった。1830年に陸軍士官学校を卒業し、第7アメリカ不評連隊の少尉に任官された。その後第一アメリカ砲兵連隊に転属となった。マグルーダーは、フロリダ州で第二次セミノール戦争に従軍し、続いて、ウィンフィールド、スコット将軍のもとで、メキシコ占領軍に仕えた。 セルロゴードの戦いで、勇敢で賞賛に値する行動で賞賛に名誉昇進し、チャパルティペクの戦いでの襲撃における勇敢さで、中佐に名誉昇進した。その後、カリフォルニア州の辺境とカンザス準州のレブンワーストリデでの任務に就いた。プリンス・ジョンは背が高く派手な色男だった。よくテノールで歌っていたが、その時以外は下足らずの話し方をした。 その余儀は歌を作ることとコンサートを行うこと、素人劇を上演することであり、平時の守備隊任務では退屈さを紛らすものだった。この芝居好きが南北戦争で役立つことになった。南北戦争が始まった時、マグルーダーはワシントン DC の守備軍で砲兵隊に勤務していた。しかし生まれ故郷のバージニア州がアメリカ合衆国から脱退した時に、 アメリカ陸軍を辞め、南軍の巡将に任官された。その後すぐに少将に昇進した。1862年、北軍の半島方面作戦初期に、ジョージ・マクレラン少将がバージニア半島に侵攻した時は、リッチモンドを守る小さな半島軍を指揮していた。この軍隊は1862年4月12日に、北バージニア軍の一個師団として組み入れられた。 1862年4月、ヨークタウンの包囲戦の時、マグルーダーは少数の部隊を同じ場所で何度も更新させることで勢力を大きく見させて、マクレランを完璧に欺いた。大砲をしばしば移動させて、北軍が見えた時は気前よく発砲させた。この見せかけでマクレランのポトマック軍に何週間も不必要な遅れを発生させ、 マグルーダーの上官ジョセフ・ジョンストンから称賛された。6月下旬、7日間の戦いに入って2日目のビーバーダム、クリークの戦いと3日目のゲインズミルの戦いでは、地下ホミニー川の南岸で、陽動行動を行い、はるかに勢力で勝る北軍をうまく引きつけて、川の北岸で行われた戦闘での南軍勝利に貢献した。この時もマクレランは、マグルーダー隊が、 大きな勢力を持っていると信じ込んでいた。しかし、その後の7日間の戦いではあまり功績を上げられず、攻撃性に欠けた。その不安定な実績について、マグルーダーのかなりな酒癖を上げて避難する者がいる。7日間の戦いの最後となったマルバーンヒルの戦いでは、地元の案内人がマグルーダー隊を道に迷わせ、戦線に到着するのがかなり遅れることになった。 この時新しい司令官になっていたロバート・イーリー将軍からの攻撃命令はその日早くに発信されていたが時刻が記されておらずマグルーダー隊がやっと数時間遅れで適切な陣地に到着した直後に届きそれが最新のものだと誤解したこれらの命令に続いて D から新しい命令が届き攻撃命令を再確認した これらの命令が最新で正確なものと考えたマグルーダー隊の行動は他部隊との協調を欠く攻撃につながり大きな損失を出しただけで何の進展も得られなかった。戦闘後にリーが激しく立て刺された攻撃の現場を見た時にどんな指揮官もこのような状況で攻撃を進めるはずがないと考えマグルーダーになぜ攻撃したのだ と尋ねると、マグルーダーは、あなたの命令、それも二回繰り返された命令に従ったと答えた。七日間の戦いの後でリーはその軍隊を大きく、編成返し、実行のない指揮官と考えたものを拝点したので、マグルーダーが犠牲者になった。まもなく、テキサス州、ニューメキシコ巡州及びアリゾナ巡州の地区軍指揮官に割り当てられた。 1863年1月1日、マグルーダー軍はガルベストンの戦いで勝利し、南軍のためにガルベストン氏と港を再占領した。この功績に対し、アメリカ連合国議会がマグルーダーに次のような感謝状を発行した。1863年1月1日、ガルベストンで敵の陸軍と海軍に対し、攻撃と勝利に貢献した。 J. バンクヘッド・マグルーダー少将、トマス・グリーン大佐、レオン・スミス少佐、及び他の士官たち、さらに、テキサス・レンジャーズとその兵士たちの大胆で、果敢で勇気ある行動は、議会とこの国の感謝に著しく値する。この輝かしい業績は、神の導きの下に、戦闘蒸気船、ハリエット・レーン号を捕獲し、港から敵対艦隊を破ってはずべき逃亡を行わせ、 死を再脱ュして、ガルベストン港の封鎖を解き、優れた軍隊が熟練した考えと、大胆な勇気で打ち勝てることを著しく、証明している。1864年8月から1865年3月、マグルーダーは、アーカンソー方面軍を指揮したが、その後戦争の最後の月に再び、テキサス、ニューメキシコ及び、 アリゾナ地区軍の指揮に戻り、エドマンド・カービー・スミスのミシシッピ県、方面軍全軍が降伏するまで務めた。戦後、マグルーダーはメキシコに逃亡し、メキシコ帝国軍の少将,将として、マクシミリアン一世に仕えた。しかし1867年5月までに、皇帝軍は包囲戦に敗れ、皇帝は処刑された。マグルーダーはアメリカに戻り、テキサス州ヒューストンに住んで、 1871年に死んだ。意外はその最大の軍事的功績を挙げたガルベストンのエピスコパル墓地に埋葬されている。多くの地名などがジョン・マグルーダーにちなんで名付けられている。ありがとうございます。